はい、というわけで今日もやってまいりました。今日はね、心斎橋の大場前かな、大丸のね近くにいるんですけど、今日はちょっとね、せんべろ的な感じでこの辺をちょっと歩いてみようかなということで、なんでもねこの辺でちょっとちょい飲みできるね日本酒のお店があるということで、今日ちょっと行ってみようかなということです。どこやったかな。一覧、こういうとこもあったんですね。8時から22時。一人行けますか。はい。はい、来ました。今日はね、ちょっとこちらにいるんですけど、まあなんかいろいろとメニューはあるんですけど、ペッパーで780円。日本酒、こっちどこの日本酒なんですか、ここは。これは滋賀と、静岡と、これはどこやったかな、三重、はい。じゃあ関西を挟んでということですよね、東海地方ということで、はい、ちょっと可愛い感じです。というわけで早速ね、これ右から行きましょうかね。この右が、こちらですね、滋賀県のお酒ということで、超辛口ということですね。これからちょっといただきます。辛口ですね。大人の味とです。好きだし。いいですね。これ日本酒と合う感じですね。今の時期、キノコが美味しい時期なんで。ちょっといただきます。あ、これは日本酒が、あ、うまい。いや、合いますねこれ。うん、で、いただきます。このね、控えめなこの突き出しがね、この日本酒と合うと、あ、いいですね。はい、続いてはこちらですね。たまに見たりするんですけど、これが、兵庫県のブランドだということで、さっきね、説明では静岡県って言ってたんですけど、このお米のね産地が兵庫県ということで、兵庫県で作ってんのかなと思ったんですけど、またこれも違って、まあ、兵庫県の原産から静岡県の土井酒造さんでね、作られているということで。じゃあいただきます。これすっきり、うん、飲みやすいですねこれ。さっきは辛口、超辛口だったんですけど、こっちは優しいですねこれ。ガチで判定してますよ。秋といえばもうキノコ間違いない。はい、ここでお知らせです。スピチューブインスタグラム始めました。ぜひチェックしてみてください。よろしくお願いします。続いてはこちらですね。ちょっとなんかおしゃれな感じなんですけど、こちらが、三重県ですね。伊賀忍者とかなんか有名だったような感じの、優しいですね。うん。スッといける日本酒です。はい、というわけで、来ました。まあ多分チャージとか含めてなんだと思うんですけど、だいたい1200ぐらい、1200ちょっとぐらいのお会計です。まあぶっちゃけると、まあそのせんべろに近い形で飲めるというか、かなりお得かなと。だって1杯580円でしたからね、このそれが3杯ついてですね。だから普通に飲んだら2000円以上するのかなという形で。美味しくいただきました。まあ、この、ね、路地裏なかなか分かりにくいよねこれ。なかなか分かりにくいこの路地裏、東心斎橋の路地裏ということで、この目の前にダイソーさんがねあります。こういう感じで、というわけでまたよろしくお願いします。ラバンスピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。